い、ということで今回もやっていきたいと思います。ん？あっち側に行けたらいいんか、とりあえず。ってことはこれでいいってことか。これでここを動かす。あ、オッケーオッケーオッケー、いけた。はい、で鍵開いて、びっくりした、もうついてこないで。よいしょ。で、ここの鍵も開ける。びっくりー。待って、戻ってきた。戻ってきたよ。なんか、N っていう形になってる、壺が。関係ないんかな。まあ、一応何も、なってはないけど。鍵がありますみたいな音。あっち側に行くとなんなんやろ。わからんけど、行きますか。よいしょ。しまったよ、しまったよ。まだ敵がいる。あ、間違えた。間違えた。よいしょ。鍵を守りし、2匹の魔物。外より高きに回り込むべし。外より高きに回り込むべし。神々である。あ、これか？外より高き。外より高きに。こう、いけるの？待って、君ら、あれだな。本当に、今までの敵、勢ぞろいって感じやね。いやー。にゃー！飲み込んで、それ。あ、痛い。くそ。ほっ。食べてよ。食べてよ。はい。あ、無理やな。くそ。はい。お、いい感じ。食べて食べて、おし、オッケー、よせい、助かる。はい、食べて。もう一個どう？こっちに置いとけばオッケーか。あー、そこで反対向きますか。横向かない？くそ。はっ、よし、オッケー。あ、鍵かな？ここもなんか鳴ったよね、そういえば。よいしょ。あー、なるほど。ハートがいっぱいやけん、めっちゃ避けられる。超避けられる。え、待って、鍵ないんよね。とりあえず上に行って、あっこは、フックショットでいける？お、いけたいけた。あー、助かるー！秘密の薬。よし、いいぞいいぞ。お、すごい、引きよ引き寄せれた。いろいろと補充していく。さあ、そして階段。これはどこに続くんかな。よいしょ。これ届かんくね？出ていくんやろ。え？あー、もしかしてフックショットでいけるってこと？あっこに引っ掛けれるんかな？あー、なるほどね。うんうん。で、下に行くんか。あ、ここに来た。え？戻ってきた。え、戻ってきたぞ。痛い。え、戻ってきたけど、これ爆弾で壊せるところかな。なんかひび入ってない？気のせい？あ、気のせいじゃない。気のせいではない。オッケーオッケー。ここは、よいしょ、魔法の粉の出番。
いよ。あ、でも鍵持ってないんよね。鍵を持ってないからこの先には進めない。あ、そこに、ん？そこなんか いけないね。いけないっすね、全然。いろいろ迷った挙句また戻ってきた。じゃこの辺なんか階段あったりとかせんのかな。痛い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 。だってなんかめっちゃひびだらけやん。何かしら意味があると思う？ないんかな。いや、ないかもしれんけど、全く持ってないかもしれんけど、どうよ。はい、何もない。あ、矢印になっとるってことこれ。あ、なるほどね。矢印でここを壊せばいいよみたいな示しとんや。私それ関係なくね、関係なく気づいていったけんね。ちょっと待って待って、鍵がないんだよ、鍵が。で、ここ外より高きにっていうのもまあわかるよ。あの近くにおるときとかに行きたいんやけど、あれ一匹行けた。オッケー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 。で、あと一匹行けるんやないんこれ。あーくそ、あーくそ、あー落ちた落ちた落ちた。ちょ待って、これでいけるんじゃない？ちょ待って。爆弾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 。はい。あ、いけた。イエーイ。イエーイ。あ、鍵はここに来るんやね。やった。よし、めっちゃ強行突破。これで、これでどこを開いたらいいんだろうか。とりあえず、左に進んでいく。こっち進んでって、まあ、強行突破でもいけるということで、とりあえず、やっつけてしまえば、こっちのものなので、よいしょ。はい、そこね。そこの扉開いてこ。そしたら多分、行ける場所が広がる。ん？アポ出ていくんやろ。あ、間違えた。間違えた。え、アポ出ていくんやろ。いけんくない？ブーメラン、ブーメラン。いけーい。どこ行った？はっ。せい。いやー、危ない、危ない。ん？あの上にも行けんけど。やったー。ブーメランだからね。反対側からも帰ってくるからね。はっ。間違えた。めっちゃ普通に間違えた。あ、矢が出てきたよ、矢が。痛い。あ、妖精やん。このダンジョンめっちゃ妖精多いな。でもそんだけ大変ってことか。まあね、こんだけ過去の中ボスたちめっちゃ出てきとったらそりゃ大変か。痛えわ。痛えわ。ふざけやがって。はい。いた。はいはい。いけいけいけ。くそ。はい。あ、やった。分裂。キャー！最後の最後、絶対ああやっていくんよね。ムカつくわ。あ、向こうに階段あるね、なんか。ここは？ああ、なるほど。これで、よいしょ。はい、宝箱。鍵？あ、そっか、鍵の音鳴ってなかったか。50ルピー手に入れた。で、ここ行くとどこに出るんだ？ん？外に出てきたよ。え？なに？外に出たんですけど。どうした？外に出たけど別に入り口に出てきたわけではなく、え？え？はい、ハートのかけらゲット。
なんかすごい謎なんですけど。え？私ここ解放しとったんかな？してないんか。しとこう。しとこう、ちょっと。え、飛びません。あ、しとったんかな？いや、してないね。してないね。あっこからなんか一時避難できるらしいということは分かった。で、どうすればいいんだ？特に行けないんですけど、どこにも。え？何なんだろうか。あれか？なんかとりあえず、あっこでワープポイントとか作って、一旦休憩みたいな、そんな感じかな。ここでね、ワープポイントできたし、とりあえず、一旦休憩があるってことはめちゃくちゃ長いダンジョンということか？そういうことだね。じゃあとりあえず一旦ここで終わっておこうか。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。だってまだ中ボスも出てきてない、出てきてないっていうか中ボスだらけやったような気はするけど。ね、でこう中間休憩ポイントみたいなのがあって、妖精もいっぱい出てきたしね。まだ半分ぐらいなのかな、もしかして。頑張ろう。なんかめっちゃ小さい岩山にしか見えないけどね。